皆さん、こんばんは。マーティン・ダーの脈ボーイ、ケイタクです。今日は寿司職人の話をしたいと思います。1年人前になるには10年はかかると言われるほどです。はい、もう修行は厳しい。握り方をはじめ、シャリの炊き方、魚の切り方、覚えることはたくさんある。魚の見極めも重要です。まあ、魚市場に魚を買い付けに行くな。朝の魚河岸は良い魚を求めて競争。競争は大変なもんですね。はい。良いか悪いかも判断も大事。技術を含めてこれらは長い経験、長年の経験を積んで覚えていきます。技術だけあっても務まらないそうです。まあ、会話を楽しませるの重要です。まあ、魚の切り方。寿司のシャリはまあ、測った量のように、シャリと全て同じ大きさに、重さに握ることですね。もう大変ですね、寿司職人はね。はい。寿司職人になりたいけども無理ですね、自分でも。はい。寿司はまあ大変なもんですね。はい。というわけで以上です。バイバーイ。